弥生墳球母は、日本の弥生時代の墳球母を指す。弥生時代の母性の一つ。終末期になると様々な点で、古墳時代の古墳に継承される、諸要素を備えるに至ったとされている。弥生時代に、母室上に盛り土をした、墳球母が築造されるようになり、円球や片球が作られた。例えば、岡山市島の戸月坂二号弥生奮求母は、尾根の暗部に築造され、 辺約217メートル、高さ約2メートルの平面ほぼ方形である。弥生時代後期に、噴球を形成した後、墓穴を掘削する形態が現れ、また、噴球の大型カトと都市粒の形成が現れた。これらは、古墳時代の古墳へ引き継がれたと考えられている。弥生前期に出現する、方形集合墓方形大乗墓円形集合墓の3形式が基本で、 後期に円形大乗墓が加わる。方形、円形集公墓は、墓の刺繍に溝を掘り主に平地に築かれ、墓の周囲の地山を削り出す、大乗墓は主に丘陵上に築かれた。その他の墳丘墓も三形式の変容型として、地域型、階層型、複合型などに区分することができる。そして、特徴は、主張墓の出現と展開であり、 地方色の顕著の現れである。それは各地における主張層の成長と地域的、地方的段階での政治的結びつきの形成過程であった。弥生時代前期から中期においては、西日本の各地に各種の紛糾墓が広がるが、紛糾規模に大きな格差のない段階である。方形集合簿は、機内から大見、伊勢湾沿岸の東海西部に定着し、西は、 ハリマから東は関東、北陸の西部まで拡散する。円形集項墓は瀬戸内中部に出現し、ハリマに広がり、その後は徐々に東に広がる。方形大乗墓は近畿北部、北陸、東海の一部に出現する。弥生時代中期紅葉から後期前半にかけては、噴球規模に格差が広がり、噴長20メートル以上の大型墓が出現する。 それらは、主張、地域有力者の墓と推定される。また、中国地方北部や山陰、近畿北部に、地域的特色を有する、紛丘墓が築造され出した。この時期から次の時期にかけて石器から、鉄器使用が本格化し始める。朝鮮半島南部で産出する、鉄素材の流通機構の移行、再編が、地方レベルまで及び、市町層の政治的連合や同盟が、 これまで以上に推進したと考えられる。弥生時代後期後半から終末期にかけては一部の紛糾墓で突出部が発達し主張墓専用の紛糾が成立する。一方では他の紛糾墓が小型化し、さらに最下層墓が密集型土工墓となっていく。共同体の階層文化が急速に進行し、共同体村落の看護集落が解体の道をたどる。 各地には、各となる紛球墓が現れて地域が連合し、さらに地方が連合し、それらの段階で、共通の紛球墓形式を採用することにより、他地方との区別を明確にしていったと推定する。佐賀県吉野ヶ遺跡の紛球墓は、南北約46メートル、東西約27メートルで長方形に近く、高さ4.5メートル以上あったと推定されている。母校、 頂上から掘って14基以上の亀管を毎時している。亀管は、弥生時代中期のもので、この時期になぜ大型紛糾墓が出現したのかについては、まだ明確にわかっていない。中期後半では、応募が出現する。福岡県三雲南高寺遺跡は、溝で囲まれ、一辺30メートル以上の紛糾で、応募と推定され、2基の亀管から57枚の、 以上の中国鏡が出土している。後期にかけても立派な副葬品を持った墓が発見されているが、墳球が破壊されているため墳球墓としての実態をつかめない。兵庫県伊保川町用久山五号弥生墳球墓は、墳頂約20メートル前後に土市粒が作られており、高さ約1.5から2メートルと推測される。 岡山県倉敷市の建付やよい噴球帽は大型で、突出部を含めた噴球の長さが80メートル、円球の高さは約4.5メートルもある。突出部には列席が2列に巡らされていた。広島県北部から山陰地方及び北陸地方では大型噴球帽である四隅突出型やよい噴球帽が盛んに作られた。突出部の起源は、 弥生時代中期紅葉まで遡る。島根県出雲市西谷3号墳弥生墳急墓は、東西の辺約40メートル、南北の辺約30メートル、高さ約4.5メートルという大きなものもある。また、島根県安木市でも、中仙寺、安陽寺、塩津山の墳墓,墓群で多く見られ、日本最大の四隅都市墳急墓の集中地帯となっており、古墳時代まで続く。 様々な形の主張簿が作られている。近畿地方北部の単語地域に豪華な副葬品を持つ大型の墳球簿が、弥生時代終末期に出現している。それは、京都府赤坂今井墳簿で37-35メートル、高さ4.2メートルほどの方形墳球簿である。墳町中央には巨大な墓糖が発見されているが、棺などはまだである。 出土時から三世紀初めで、この地域の政治的集団の王の墓であろうと、推定されている。単語は、日本海沿岸にありながら上述の山陰北陸とは異なり、四隅都市質型紛糾簿の分布が見られない地域である。奈良県の保家の山古墳は、前方五円形の墳糾で、弥生墳糾墓であるとする見方と、古墳時代のものとする見方が出されている。 噴休母の突出部が一見前方部の原型のようになってくるのは中国産地では弥生中期紅葉から山陰では後期紅葉から北陸では少し遅れ紀比では後期紅葉からである以上のように弥生時代後期紅葉には弥生噴休母が地域ごとに独自な形式で成立するとともに地域ごとの祭祀的世界や 政治的勢力が形成されていたと考えられる。古墳時代に入ると前方後円墳が巨大化し、都市粒は前方部に整えられていく。さらに、墳球の形と規模において格差が明瞭に現れて前方後円墳、前方後方墳、円形、方形といった前方後円墳体制を形成する。弥生墳球墓は地域ごとの部族の主張の墓である。 ことが多いが、弥生時代後期後半に、吉備地方において、その弥生墳丘墓での埋葬祭祀に特殊器台特殊壺と呼ばれる土器が作られ使用された。これらの土器の最古級は、縦付き弥生墳丘墓から出土している。特殊器台は高さ約1.15メートルもあり、これに酒を入れた特殊壺を乗せると高さは、約1.5メートルにも達する。特殊器台 特殊坊は立坂型、中山型、八谷型と次々に新しい型のものが登場する。八谷型特殊棒の底は焼く前にそこに大きく削り取られて穴が開けられ、酒を入れるものでなくなっている。これらがやがて、宮山型を経て、戸月き型円筒派には特殊型河原家派にはになっていく。文様が抽象化され、形が簡素なものに変化するが、 墳球に配置する量が増え、祭祀が盛大に行われるようになる。弥生墳球墓の棺は短く、ない方で、約2メートルの組み合わせ箱型木管が成功する。北部、九州などでは、組み合わせ箱式石管が使われる。棺を収める角も棺に応じた、長さで、木角、石角がある。最終的には、石角が使われ、前方後円墳の石角につながる。 縦付きあよい噴球墓の木角は長さ約3.5メートル、木管の長さ約2メートルで、木角は二重底になっている。最古式の前方後円墳が出現する頃には、角がせっかくになり、木蓋は石蓋に変わり、ひつも先丈形、箱型と格差が現れる。種類が貧弱で、槍ガらナ一本、あるいはガラス小玉に三個。 鉄剣一本しか埋葬されていない場合もあり、何も服装されない埋葬が多い。最大の盾付き弥生墳糾墓でも、剣一本、首飾り二連、小玉国田玉群一括に過ぎなかった。ところで、北部九州の弥生時代前期末、中期の複装品は、多くの完成銅剣、銅穂子、銅花などの制銅器、大陸製の制銅器や壁、その他玉類などが豊かであった。 しかし、後期紅葉には、服装の慣習が変化したのか、服装品が、キビや出雲と同じく貧弱になった。その理由について、今日よくわかっていない。しかし、古墳時代に入ると、服装品の量、質、ともに豊かになり、身分の差を表現するようになったと考えられている。定位主方形大丈夫、四隅都市姿方形大丈夫など、前方上方形墳糾簿や、 前方公園墳急墓など、ハット定位手法径修工墓、四隅都出型方形修工墓、丘陵上の方形修工墓など。和田聖後本古墳について、寺沢香織は、橋墓古墳よりも先に築造された六基の、巻向型前方公園墳の中に含めている。寺沢香織、渡辺貞行ありがとうございます。